ベジフルキッチンエッセンスへようこそ。今日はさつまいもの甘さを生かした加熱法でフライパンで簡単さつまいも蒸しケーキを作りました。さつまいもはゆっくり糖化されて甘くなるので、電子レンジの急速加熱だと本来の甘さが出にくいです。そこで2、本来の甘さを生かすホイルを使った蒸し焼きの方法。これで黄金色の甘いさつまいもになります。3、意外と知らないホットケーキミックスの混ぜ方。4、塩一つまみでうまさを引き出します。5、カップがなくても代用可能。6、フライパンで上手に蒸し焼きするコツ。ふかふかしっとりたまらない美味しさです。明日飯ポイント4は一番最後に。このチャンネルの明日飯コーナーは、一般の方はもちろん農作業やアスリートなど体力勝負の方々に役立つ情報をお伝えするコーナーです。お見逃しのないようにぜひチャンネル登録をして最後までお楽しみください。毎週土曜日山梨放送終了後お昼過ぎに公開予定ですが、試合がある日はそわそわして投稿遅くなります。材料はこちらです。6個から8個分、さつまいも 300g、 ホットケーキミックス 200g、 卵1個、砂糖、今回はきび砂糖大さじ2、蜂蜜大さじ2、牛乳 150ml、 塩1つまみ、黒ごま小さじ2。材料は一旦停止してご確認ください。概要欄にも記載しています。Please stop and check the materials. It is also described in the summary column. それでは作ってみましょう。まずはさつまいもを幅1センチに切る。両端を切り落としてカットしやすい長さに切ってから幅1センチにカットします。なるべく厚みを揃えてカットしていただくと蒸し時間のムラがなくなります。こんな感じです。水にさらします。水にさらすことでアクが取れてさつまいもの変色を防ぐことができます。これでさつまいもの下準備ができました。次にアルミホイルを出します。ちょっと大きめにカットしたアルミホイルをくしゃくしゃに丸めて軽く広げます。これでさつまいもが張り付くのを防ぐのと、凹凸でわずかな隙間ができるのでムラなく蒸すことができます。このようにアルミホイルの反面に少しずつ重ねながら広げていきます。あとは水をかけるので水がこぼれないように縁を上げて、水大さじ2杯をかけてアルミホイルを閉じます。水がこぼれないように縁を上に持ち上げるようにして水漏れしないように気をつけて包みましょう。魚焼きグリル、もしくはトースターで焼く。さつまいもの包み焼きをグリルに入れて焼きます。約10分。その間にカップの支度をします。今回はグラシンカップをこのようなココットに入れて使いますが、こんな小鉢やゼリーの型、プリンの型など耐熱のものだったら何でも代用可能です。次に生地を混ぜ合わせる。ホットケーキミックスにきび糖を入れました。ざっと軽く混ぜ合わせておきます。次に溶き卵を加えます。いきなり加えずに殻が入らないように別容器に移して殻がないのを確認してから溶いて加えましょう。泡立て器で中心をくるくる円を描くように卵を粉になじませていきます。そして牛乳を3回ぐらいに分けて加えていきます。牛乳と卵の液体の中に粉を混ぜるとパフパフ、粉が飛び散ってダマになりやすいです。このように濃度を上げてから少しずつ緩めるとダマになりにくいです。次に蜂蜜を加えます。蜂蜜を加えることでコクがプラスされるのとしっとり仕上がります。生地が馴染むまでしっかり混ぜます。ここで塩を一つまみ加えます。わずかな塩を加えることでさつまいもの本来の甘さを引き立ててくれます。そして香ばしい黒ごまを加えて混ぜます。ごまにはミネラルがたっぷり含まれた瞬発力効果には欠かせない食材です。これで蒸しケーキの生地が出来上がりました。10分後がこちらです。魚焼きグリルから気をつけて取り出しましょう。見てください、このホクホクの黄金色、美味しそう。蒸し焼きにしたさつまいも一つ味見してみたいと思います。もう色見ただけでね、この黄金色、美味しそうですよね。うん、ねっとりと優しい甘さですね。
粗熱が取れたらさつまいもをカットする。1センチの角切りにします。まずはスティック状に切ってからサイコロ状にカットします。この時さつまいもの皮は剥きません。皮には抗酸化作用があると言われるアントシアニンをたくさん含むので入れたまま使いましょう。こちらを生地に混ぜていきます。さつまいもを蒸しケーキ生地に混ぜる。この時トッピング用に少しだけ取り分けておきます。さつまいもを潰さないようにヘラを底からすくうようにしてまんべんなく混ぜます。耐熱カップに7分目まで生地を注ぐ。カップの大きさによって6個から8個の分量になります。7分目まで入れるのがポイント。たくさん入れすぎると蓋にくっつくので気をつけてね。別に取り分けておいたさつまいもをトッピングでのせます。皮の紫色が見えるととても美味しそうに見えますよ。最後に黒ごまをもう一度振りかけます。これで生地の準備出来上がり。あとは熱湯を注ぎます。これでフライパンごと火にかけます。蒸し器はいらずフライパンで10分蒸し焼きにします。まずは強火の火にかけます。フライパンに入れるお湯の量は少なすぎると10分蒸してる間になくなってしまいますが、多すぎても蒸しパンにかぶってしまうのでココットの半分の高さ以下になるように気をつけてください。しっかりお湯が沸騰したところで蓋をして火を中火から弱火に落として10分蒸し焼きにします。ここから10倍速で見てみます。途中経過がこちらです。約10分蒸して竹串で刺しても生地がくっついてこなければ出来上がりです。蒸し上がったものがこちら。竹串で刺してもくっついてこないようなのですぐにフライパンから取り出して網の上で冷ましておきます。出来上がりがこちらです。熱々ふかふかに出来上がりました。テンション上がっちゃいますね。では早速試食してみたいと思います。テイスティング。それではさつまいもの蒸しケーキ試食してみたいと思います。見た感じはこんな感じです。さつまいもがゴロゴロ入っています。半分にしたところがこんな感じ。中にもさつまいもが皮付きでねたくさん入ってますよ。ではいただきます。さつまいもの自然の甘さと蜂蜜ときび糖がとってもよくマッチしてます。ケーキ生地の方もボソボソせずにしっとりふかふかです。今回は油もバターも生クリームを使っていないのでヘルシーです。食物繊維たっぷりでビタミン C が熱で壊れないさつまいもの蒸しケーキ、ぜひお試しあれ。ご視聴ありがとうございました。最後は朝飯ポイント4つと私の笑っちゃう NG 5つの朝飯ポイント。1、間食も大切な栄養源。スナック菓子や菓子パンなどは糖質を脂質以外は取れないので栄養補給ができる間食にしましょう。2、さつまいもは脂質が少なく食物繊維も取れる炭水化物なのでダイエットや筋トレにもおすすめです。3、さつまいもの糖質は体への消化吸収が緩やかな性質なので脂肪として溜め込みにくいです。4、糖質や代謝を促進するビタミン B1 や細胞の老化防止に効果があると言われているビタミン E、 抵抗力を高めるビタミン C を含みます。5、皮には抗酸化作用があると言われるアントシアニンも含んでいます。以上、明日飯ポイント5つでした。一番最後は NG。 最後は私の笑える NG テイク1。フライプンで黒胡椒小さじ2、黒胡椒小さじ2。以上、今日はここまで。山梨放送 YBS ラジオで紹介する箸詰め師はヴァンフォーレ甲府アンバサダー箸詰めゆきさんと料理家大久保の体が喜ぶヘルシーレシピとビタミントークをお届けする番組です。アスリートや農作業など体力勝負の方に役立つアスリートフードをご紹介します。アスメシとは健康に生き生き過ごすための質の良い筋肉、密度の高い骨が大切。 1. 1回の食事で作れるものではないので続けることが大事。 2. 簡単にできてお手頃価格、持続可能なことも大切です。
毎週土曜日放送終了後昼12時公開予定です。お見逃しのないようにぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。番組ホームページにも掲載中、メッセージお待ちしてます。最後にいいねを押していただけると大変励みになります。よろしくお願いします。それでは今日も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では。